にお入り指示が出されていますのでご注意ください。阪神高速道路の通行止めは解除になりました。7号北神戸線の通行止めは先ほど解除になりました。日の谷と西宮ジャンクションです。また有馬口ジャンクションと日本線ジャンクションなどの通行止めはそれぞれ解除になって運行を行っています。阪神高速道路の通行の情報です。3号神戸線は大阪に向かう東行きが大崎を先頭に3キロの渋滞、西行きは生田川を先頭に4キロ渋滞しています。大阪高線東行きは阿波沢を先頭に4キロ、神戸線の東行きも2キロ渋滞しています。松原線の三宅を先頭に南行きが1キロの渋滞です。阪和道の南行きは松原インターで1キロ渋滞しています。ところで大阪外環状線が工事のため車線を規制されます。外環状線は八尾市の平田川交差点付近で作業を行われるため、今夜9時から明日の夕方5時まで両方向とも1車線が規制されますのでご注意ください。以上、ジャティックの谷口一段。クリーンアルバムです。もう見てくれましたか？キーワードポンって読み上がった。